おはようございます。おはようございます。今日はね、ちょっと買いすぎましたよ。あら、暑く頑張りましょう。売り尽くしですか、うん、今日もちょっと売れへんかったら力貸しな。はい、2人で残業しようか。はい、今日ね、もし7時以降はもし空いてましたら皆様力貸してください。お願いします。はいね、ちょっと7時以降に今日空いてるじゃんと思ったら、ちょっと松本店長ちょっとやりすぎちゃったんかなって買いすぎてんな。はい、なんでちょっと僕のタスクが泣きながらやってる場合あるんで、皆さん助けてくださいね。今日はじゃじゃーん、佐藤錦。めっちゃあるやないですか。じゃーん、見てください。これ今までね、こんな2列1列ぐらいのね売り場やったこの子、1日前の5倍ぐらいありましたよ、ドカンと。しかも一番前ここね、実はねフルーツファミリーのホットコーナーで呼ばれてるところなんですよ。ここはね、もう僕がいつも使わせていただいてます。自称松本コーナー。松本コーナーは実はここと、あの真ん中ね、真ん中ここです。ここまっちゃんコーナーっていうんで、結構注目しといてください。はい、はい、あ、ここ松本店長力入れて売りたいもんやなーみたいな。いっぱい買ってきたいとこやなーみたいな。これね、休み明け、まあ、休み前まで実はね、680円やったんですよ。はい、今日はね、もう大特価します。はい、今日休み明け大特価。お49%。この小さな、これ、佐藤錦なの、これ。佐藤錦、498円で行くんですけど、498円で行くんですよ、皆さん。はい、ほぼ200円引き。でも今日は YouTube 見ましたで、ま、なんとこちらの佐藤錦ちゃん 200g、 約 200g、 表示価格用意100円引き、398円ですよ。39%。言うたらもうほぼ先週の半額。そうですね、ます多分某スーパーなどではまだまだ高いんちゃいます。僕だって基本2L のええところちょっとね、ええところだと500-600円とか言うてはったから、やっぱそれからね、デパートたちは家賃とかもかかると思うんで、やっぱりね安くても980円とか付けはるんちゃうかなと思うんですけども、なんとこちらの佐藤錦ちゃん、はい、味もねちょっとずつ乗ってきてます。で、来週ぐらいちょっとねまた数が少なくなっちゃうみたいな、はざかいで、はい、でそこからまたはざかいが終わったら量は増えるみたいなんですけども、なのでちょっと来週あたりあれ来てもあれちょっと高いじゃんってなる可能性があります。なのでぜひ今日来てくださいよ、皆様。買い時、なくなったら僕これ追加しに行くん でまだでもバックヤードに隠してます。社長なんかちょっとね、今日なんか今日荷物多ないってなんか僕聞こえるぐらいのボリュームでなんかぼやいてたんでちょっと無視しましたけどそんな感じなんで皆様、はい、7時までには締めらしてください。はい、合言葉は、合言葉お願いします。合言葉松本店長買いすぎ。はい、はい、以上です。松本店長買いすぎ。下の名前は浩平です。浩平君買いすぎ、どっちでもいいです。何でもいいです。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、皆様ご来店心よりお待ちしております。